1657年に出版されたテープのソフィス隊の口へ、食卓の賢人たちは、ギリシア語の三文作家、雄弁家、文法家のアテナイオスが2世紀頃に書いた著作。全15巻。アテナイオスが裕福な友人であるラリンシスが催した縁の様子を、聞き手であるティモクラテスに語ったもの。アテナイオスは、プラトンのパイドンの構成を意識したと語っている。 園に出された料理について、列席者たちが食材、食べ方、関連する先人の著作などについて、うんちくを傾けている。記述によると、この園は4日間にわたって続いた。話題は食物に限らず、各地の園、下部音曲、文芸、セクシュアリティなども取り上げられている。主な語り手は、歴史家アリアノス、文献学者、ウルピアヌスノ,ノス、医者のガレノス、 哲学者のキュヌルコスなど、語り手たちが有名人の同盟やあだ名となっているのは、アテナイオスの創作によるもの。名前が記されていない人物も含めると、縁の列席者は33人に上る。頻繁に引用がされている点が特徴で、特に、キリシア喜劇からの出典が多く、現在では、本書でのみ確認できる文献も多い。哲学では、プラトンやアリストテレス、文芸では、 ゴミエロス、歴史ではヘロドトスからの引用が多い。トゥキディテスの戦士の2倍、近い長さとなっている理由の一つに、引用の長さと頻度の多さが挙げられている。ありがとうございます。